剣が時、時を超えたラジオ。はい、皆さんこんにちは。松尾芭蕉役の立花慎之介です。さあ、この番組はスマートフォンゲーム剣が時の魅力を余すところなくお伝えしていくウェブラジオということで、3月も間もなく終わり、まあ年度末ですね、卒業シーズンを一段落して新生活に向けての準備もなんかね、まあ確かにそろそろ引っ越しとかもね結構見ますからね、街中でね大詰めといったところなんではないでしょうか。ということで、桜も結構今年は早めに最低早めに散ってる感じがしたりしますけどね。まあなかなかやっぱこのねコロナの状況でこうね、あの大手を振るって花見もなかなかできないので、ちょっと寂しい、去年今年と寂しいね春ではあるんですけど、まあ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 もうちょっとね頑張っていきたいなと思っておりますが、さあ、そんな年度末素敵なゲストが今日も来てくれましたということで、前回はあの伊豆の役の川西健吾くんが、はい、ゲストで、来ていただけたんですが、もう彼のね知らない意外な一面とかもね知れてよかったなと思いましたが、なんと今回は女性ですね、初の女性ゲストですということで、早速お呼びしましょう。この方です。忍びは目立たないのが仕事なのだけど。皆さんこんにちは、葵役の石川由依です。よろしくお願いします。いやいやいや、ここはねあの桜の季節女性が来てくれると本当はね花を添えていただけますよ本当に。いやー、もうあっという間に4月ですね。本当今年もすぐ終わるよ。もう怖いですあっという間だからな。去年もなかなかなんかイベントごととかがどうしてもなんかできないのもあって、うん、いつの間にか1年過ぎてたんですけど、本当に思う今年ももうあれ3ヶ月過ぎたんだ。そうなんだよね。なんかツイッターとかでその朝おはようとか言ってたりするんだけど、はいはい、その週始めに今週も頑張りましょうって言ってると、気づくと今週も終わりですねって話をしてるからマジかって思うんだよね。怖いですね。怖いよ。学生時代は本当時間長えなと思ってたけど、大人になると本当早い。確かにどんどん早くなりますね。いやマジでね、だいぶね僕ももう40を過ぎましたけれども、はい、どんどん加速していくよマジで怖い。あやだやだ。ちなみに春花粉とかって大丈夫なの？大丈夫ではないです。今もう鼻ズルズルしてます。あ、そう？はい。あら。でもなんか今年ひどいって言ってるじゃないですか、皆さん、うん、でもなんかそうでもない。なんだろう、なんか大ちょっとお薬飲んだり飲まなかったりでどうにかなってはいます、うん、あ、じゃあもともとそんなにひどくはない。なんかひどいと思ってた時期があったんですけど、もしかしたらそれなんかこう乾燥とかでやられてたのかもって今思ってて、一生懸命乾燥対策を頑張ってどうにか頑張ってます。やると、まあそこまで花粉もまあなんか目とかは来るんですけど。あ、そうなんだね。ひどくはなってないです。杉とヒノキ、ヒノキ、あ、結構いろいろね、はい、長いですね戦いはまあね、結構声優さんもやっぱ花粉症の人も多いからね。多いです ね。皆さんティッシュ片手に頑張ってます。いや本当この時期はね、はい、大変ですけども。さあということで、来月4月はですね、はい、この、剣時もゲーム 1.5 周年、これなんていうの、ワンハーフイヤーとかいいのかな、ハーフイヤーとかいろいろ言いますけど ね。1.5 周年を迎えますということで、ここで葵役の石川さんゲストに来たということは、葵にも何かしら展開があるあるってことなんでしょうかね。どうなんですかね。これだけ匂わしてて別に何もありませんでしたっていう。寂しいな私も本当に、そう本当にゲストに来ただけかって話になるからねということで、はい、まあそんなねことも気になりますので、早速ね今週も始めていきたいなと思っております、はい、ということで剣が時、時を超えたラジオスタート。この番組は徳川幕府の提供でお送りします。剣が時、時を超えたラジオ。さてさて、第7回の時を超えたラジオ、剣時ラジオですけれども、ゲストに石川さんをお迎えしてお届けしておりますということで、改めましてよろしくお願いします。ということで早速ですが、石川さんに剣が時についていろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まあ、ゲームってそもそも、うん、まあ、女性あんまやらないイメージが僕の中であるんですけど、うん、どう？でもなんかアプリゲームたくさんあるので、やっぱりどうしても全部を
やることは難しいんですけど、あのこの剣が時は結構私も好みな雰囲気だったので、最近ちょっと遊べてはないんですけど、うん、リリース当初、うん、とりあえず葵が出るまでやろうと思ってやってました。やってましたか。そうです。なので葵持ってます。あ、よかった。松尾芭蕉さんもいます。ちゃんと育ててました。いますか。そう、結構ね、あの和風の雰囲気も含めつつ、うん、キャラクターの、ね、クオリティもすごい高いので。そうなんですよ。絵も綺麗だし、そうそう、音楽もなんか和っぽいのがすごい素敵で、ね、で、あの男のあのキャラが結構イケメンで、きっと女性の方がたくさん遊んでるのかなと思うんですけど、うん、女の子も結構可愛いんですよね。可愛いし結構いるんだよね。そうなんですよ、それもまた良くて、その辺はね、僕はだから逆に女の子目当てで、うん、とかも含めて女の子目当てでガチャるっていうのを結構やってましたけど、男性目線としても、でも珍しいんだよね、その男女混合でキャラクターが出てきてそれがガチャになるっていうパターンっていうのは。でもどのキャラもすごい素敵で、みんな好きですね、そうなんですよね、うん、さあということで、そんな、石川さんが演じている葵、どんなキャラクターなのかちょっと説明していただけますでしょうか。はい、葵ちゃんはですね、青ヶ島に住む鬼族の忍びでございます、うん、あの雲の神田とをね、あの携えて、うん、青ヶ島の姫と呼ばれております、はい、で、まあ、地図を作る旅を常にしてるんですけど、結構ギャップがある子で、うん、この見た目のはんなり感ある感じもありつつ、うんうんうん、でも結構厳しい面もあったり、うん、そして好きな食べ物が辛いもの、うん、嫌いな食べ物甘いものなんか不思議な感じがしてすごく好きなんですけど、うん、松尾芭蕉さんとも共通点が多いキャラって書いてありますね。あ、まあ確かに遠距離系の、ね、そうですね、武器持ってますからね。 ちなみに石川さんは、はい、辛いもの甘いものどっち好きとかなんかあります？あー、でも最近は辛いものの方が好きかもしれないですね。おや、何系の辛い？何系？例えばそのカレーみたいなのか。あー、なるほど。唐辛子系？唐辛子系行くね。ですか？そっち系、なんかこう例えば辛味系か普通系だったら辛味を選んじゃうタイプです、うん、へー、結構辛いのいける？いや、結構とまではいかないですけど、うん、割と摂取はしてるかもしれない、ね、すごい。甘いものの方が最近食べなくなりましたね。大人になったんですねそういうこと。そうですよね。なんかでも疲れると、うん、昔は甘いものやっぱ取ろうとしてたんですけど、しょっぱいものとかを取りたくなります。疲れた時に？疲れた時に。ええ塩分ってなっちゃう。あれ、塩分。あ、そう。はい。おお、どう？違うんだ。あ、でもいる、女性いる。女性、そうですよね。しょっぱいもの欲しくなりますよね。だからラーメンとか食べたくなっちゃう。すごい、男性陣がはーってるけど女性陣おおおおって。あ、そうなんだね。そうです。はあ、その感覚はあんまなかったな。そうなんですね。いまだにやっぱ疲れると甘いものを食べたくなるな。そうなんだ。みんなしょっぱいものを欲するものだと思ってました。違ったな。これちょっとリスナーにも聞いてみたい。疲れた時に辛いものなのか甘いものかね。どっちを欲するのか。ね、意外でしたけど。あ、ちなみにまあもうこれみんなに聞いてるんですけど、はい、まあもうあの、まあ、リリースして 1.5 周年が近づいておりますが、はい、もう声を取ったのは遥か先だったと思うんですよ、うん、そうですね。覚えてる？なんか収録した風景は覚えてます収録した風景、こんなスタジオだったなとか覚えてるんですけど、何を言われたかとかちょっと覚えてない。まあそうだよね。結構もうそうですよね、多分2年ぐらい前だと思う。2年とかじゃないと思うよ。リリースで2年かかってたっていう話を僕とかもしてたから、多分でも3年半とか前でしょ多分リアル3年とか3年半ぐらい前ですよ。そうか。でもなんかこう特にその3年半ぐらい前の自分からすると、うん、結構こうなんていうかゆったり喋るようなお姉さんっていうのがあんまり演じたことなかったんで、うん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 、そう、嬉しかった記憶はあります。このキャラ演じられてやっぱさ3年とかさぐらい経つと、うん、若干やっぱ自分のやるキャラとか、うんうん、芝居変わってるよねそうですね、変わってきたりとかちょっと変わるよね、うん、こっち系が多くなってるとか、そういうの結構ありますね。あるんだよね。意外に成長してるなって思う時もあるし、うん、そうですね、ちょっと恥ずかしくなる時もありますしね。ある。3年も前だと俺ね一回、はい、本当にジュニア、
はいはいはい、だからデビューして3年4年ぐらいの時にたまたまその受かった乙女ゲームのやつがあって、はい、でそれがその最近去年あたりにちょっとねボイスを一回久々になんか新展開をするかなんかかなんかで撮ったんだよ、はいはいはい、で撮った時に前のボイスを聞いたんだけどもうね恥ずかしくて聞いてられないレベルだったね。だから思わずそのプロデューサーとかいろいろ人いたんですけど、よくこの時の僕を撮ろうと思いましたねオーディションでっていう話をしたぐらいやっぱり あ新人だったなって思った。ういういしさが、ういういしさ、逆にあれをやってくれって言われたら無理ですっていうそうなんですね、いろんな経験重ねちゃってるので、そう、あのういういしさはね出ないんだよね、どうやってもぽい感じは出るんだけどさ、なかなかあれはやっぱ新人のとかね若手の強みだなと思うところでありましたけど、さあ、ここいらでメールをちょっとね言ってみたいと思います、はい、こちらペンネームコクさんからいただきました。立花さん、石川さん、こんにちは。こんにちは。私はリリース日から剣ヶ時をプレイしておりますが、最初の SSR 確定の、紙下ろしで葵さんを見た日から今まで私の本陣での最推しとなっておりますということで、つい先日私の本陣には15人目の葵さんをお迎えしましたすごい、さすが最初からやってくださってる、すごいいるね、葵さんに囲まれる生活が私の癒しです、今は全ての葵さんに本命武器を持たせることを目標に頑張っています。めっちゃやってくださってる、すごいね。で、まだ実装の方はされてないんですが、葵さんの時姿、これちょっと黒っぽい衣装をね、あって別バージョン、はいはい、時姿を見られる日を楽しみにしておりますよということで、すげえな、15人お迎えしてんだ。さすが 1.5 年やってたらここまでゲットできちゃうわけですね。そうだね、1ヶ月に1体引いて、1体ね、大井さん引いてるペースですからね。すごいですよ、今月も来た来たって一体何歳までゲットしてくださるんだろう。そうでね、その、あれなんですよ、この 1.5 周年の間にシステムがねかなり増えて、はい、今もうなんか普通のやり込みゲーになったの。いやでも確かに久々に開いたら、うん、あの増えすぎててどこからやってるか分かんないでしょそうなんだよ、コマンドとかさあれが多くなりすぎてて、え待ってあれみたいな、これはどこっていう、私が知ってるのより全然違うみたいな。そう、これさ初心者取り込むためにさ、なんかあの優しい解説番組一回やろうよなんかありがたい、今日から始める人はまずこれをやりましょうみたいな、多分ねボンって放り込まれるとえってなるから、ちょっと戸惑いがそう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 、こういう提案もねそこにねあのクライアントさんいますから、ありがたいですね、やっていきましょう。さあ、続きましてこちら、はい、ペンネームのっこさんからいただきました。立花さん、ゲストの石川さん、こんにち は, こんにちは、いつも楽しいラジオありがとうございます。石川さん演じる葵といえばなんといっても唐辛子、うん、ということで、お兄さんとの、悲しくも優しい思い出から味付けは必ず唐辛子を使うというこだわりのあまり、うん、激辛料理で人をそっとさせる正しい意味での飯テロ確かに割と頻繁にやらかしているようですか、小笑いというか、そんな葵さんも大好き可愛いですよと、ということで、お二人は、うん、ここだけは譲れない食へのこだわり、おはあ、なるほど、この唐辛子みたいな感じで、はい、食へのこだわりってありますか、そもそも食事こだわります、こだわらない、割と食べられればいい、庶民的な舌を持っているので、ほう、なんかすごい庶民的なお店とかでも美味しいって思います、うん、おそれは別に例えば、手作りだったりコンビニだったり、うんうん、お店のご飯だったり全然関係ない感じ、あーまあもちろん温かいご飯がまあそらないいなとは思いますけど、なんかこう逆に高級なご飯を食べて、うん、ちょっとわからないみたいな時がありますね。あ、なるほど、いつも食べてるやつの方が美味しいやんみたいなことはあります。あ、でももしかしたらそれ正しいのかもよ、おその高いところが
すべからく美味しいのかって言ったらそうでもない可能性あるじゃん、うんうん、そうですね、うん、あとまあ幸せだなと思います、その方が。あ、そうだ、ね、いつも食べてるご飯の方が美味しいなと思えるのは。そうするとこだわりってあんまないのかね。こだわりか、冷やし中華にはマヨネーズが欲しい。お、そうなんだね。マヨネーズ、なんかマヨネーズかけます？かけない。あ、かけない。あ、かける。あ、なんか多分地域にあるっぽくて。地域？地域性が。嘘でしょ、俺岐阜だけど。あれあれ、そう、あれ石川、母親が名古屋で。あ、そうだからもうマヨネーズ絶対で、でも東京にある冷やし中華ってマヨネーズかかってなくて。かかってない、確かに。いや、マヨネーズみたいな感じなんですよね、いつも。あ、そうなんだ、うん、今東海で思い出したけどさ、はい、からし豆腐って知ってる？え、知らない。え、嘘でしょ。え、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 待って待って、岐阜がなんか疎開化されてる。え、知らない。からし豆腐、からし豆腐、嘘。俺中部地方に絶対あるもんだと思って、結構中部の人知ってるって言われたの。本当ですか？なんかさ、お豆腐、丸い豆腐知らない？半円の豆腐。ああ、もう前半円の豆腐は、あれの真ん中にからしが入ってんだけど、ファ知りません。嘘でしょ。岐阜普通にあってよく食べてたんだよね。私おばあちゃん岐阜にずっと住んでたんですけど。ほんと食べたことなかった。あら、ジェネレーションギャップ。ここの作家も東海だって言ってるわけには知らねえつでし。マジか。立花さんの周りだけ。俺の周りだけ。からし豆腐。なんか関東とかにはないって話は聞いてはいたんだけど。そうですね、見かけないです、ね。あ、そうですか。まあまあいいや。残念。残念でした。はい、ということで皆さんありがとうございました。番組では皆さんからのメールの方お待ちしております。ケンガ時のことやパーソナリティ、ゲストへのメッセージ、じゃんじゃん送ってください。よろしくお願いします。ケンガ時、時を超えたラジオ。さあ、ここからは石川さんと一緒にこちらのコーナーやっていきましょう。絆をあげよ。さ、剣が時には絆というものがあり、絆とは時者であるプレイヤーと武者であるキャラクターをつなぐものということで、その絆が上がればゲームをより深く楽しむことができます。そこでこのコーナーは、時者であるリスナーの皆さんと武者である我々の絆を上げるため、リスナーの皆さんから我々にチャレンジしてほしいことを送っていただき、挑戦していくというコーナーになっております。で、我々がチャレンジクリアすると絆レベルが上がっていって、最終的に絆レベルが10まで上がると5ご褒美が、もらえるということで、前回ね、絆レベル9とリーチがかかった状態で川岸くんと、擬音語一致ゲームというものをね、ちょっとやったんですけれども、はい、残念ながらチャレンジ失敗ということで、ご褒美を手に入れられませんでしたということなんで、現在絆レベルは9のまま、今回絆レベル10達成できるのでしょうかということなんですが、はい、プレゼント、プレゼント、ご褒美、ご褒美と言っていますが、欲しい欲しい、なんとですね、はい、絆レベルが10になっても石川さんにはご褒美はございません。なんでやねん。ほんとひどいんだよね、これ。だってリーチですよ。そうなんだよ。リーチで嬉しいのは僕だけ。ちょっと分けてくださいよ。ほんとなんだよね。、ということで、まあ、ちょっとみんなこの、ね、ゲストに来ていただいた方には協力していただくというね、非常に酷な、はい、そうですね、頑張ります。頑張っていただきたいと思います。さあ、ということで、今回のチャレンジを発表しましょう。こちらです。時間一致ゲームで絆をあげよということで、このチャレンジなんですが、ラジオネームナナタンさんからいただいたものを参考にしておりますということで、我々2人には〇〇の時間はという時間にまつわるお題が出ます。なるほど。それに同時に答えて同じ時間を言えば OK と、例えば朝起きる時間はという問題で、ちょっと軽くやってみますか。朝起きる時間、これって、一般的に言われる時間か、自分の時間がどっちですかね。基本は自分の時間でいいと思うんだよね。で、そのうちだんだんお互いの思考が読めてくるとちょっとすり合わせて、あ、そう感じねみたいな、みたいな、そう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 、なるほど、まあ、とりあえずか、例えばやってみましょうかね、はい、じゃあ朝起きる時間は、せーの、7時。おお、朝中の現場遅刻じゃねえか。朝中眠いです。そうだよね。
本当ね、あの声優さんとかこの業界の人に言いたいのはね、はい、朝中が早いっていうのはやめろ。朝中早い本当に。みんな言うからね。うん、11時そうそうみたいな。コロナ禍にでこうグループ収録が増えたで、よりこう遅くなることが多くなったじゃないですか。多い。だからどんどん起きる時間がこう、ね、遅くなっちゃう。なるよね。そうなんですよ。わかる。あるあるですこれ。さあ、まあそんな感じでね、はい、やっていければということで、今回はですね、5つのお題が用意されているということで、はい、なんと3つではなく2つ揃えたらチャレンジクリアと、ハードルが下がっておりますねこれも。いける可能性が増えましたね。増えましたね。ということはそろそろ、プレゼント的にも取っていただきたいと。なるほど。そうですね、結構寝かせてるんですね。そうそう、なんかそういう配慮が見え隠れする感じなんですけども、でも、ね、意外にこういうのって難しいんだよね。そうなんですよね。そうなんだよ。川岸くんの時もそうでしたけど、結構ねこの簡単そうに見えて意外に難しいんですね。さあということで、じゃあ1問目いってみましょう、はい、しかも男女でね違いがある可能性もありますからね。さあじゃあいってみましょう。あ、これね、絆レベル、もらえる絆レベル1もらえるということなんで、うん、まあこれクリアするとトータル10になりますよってことですね。なるほど。はい、早速いってみましょうか、はい、1問目、睡眠時間は、あーなるほど、寝る時間とかじゃなくて寝る時間、そう、ね、寝始める就寝時間ではなくて何時間寝れるかっていう話だね。はいはいはい、いきますか、はい、ではいきましょう。睡眠時間はせーの8時間。おっしゃい、来た来た、これ一発目で来ましたよ。来た来た、いいんですか実際8時間。8時間寝たい、ね、はい、まあでもそうなんだよ、俺も8時間寝たいんだよ。8時間欲しいですよね。欲しい。8時間寝られるとだいぶね気持ちよく起きられるんですよね。そうなんですよ。さあもうこれでクリアかな。あっと、このコーナー短かったな意外に。あっという間に。あっという間に終わっちゃう。私もじゃあプレゼント欲しいな。確かにね。さあということで、じゃあ2問目いってみましょうか。はい、待ち合わせで友人が遅刻、待てる時間は。友人なんだよね。友人ですね。彼氏とか恋人とかそういうことでもいい、先輩とかでもないってことね。お友達ですね。お友達、待てる時間ですよね、その場にいて。これは、ね、はい、どっか例えば喫茶店に入って待つとかっていうのはダメってこと？その場所、例えば公園の噴水前だったら噴水前で永遠に待ち続けなきゃいけないってことですか？逆にどっか移動して待つんだったら、もう例えば5分で移動してなんか喫茶店で待とうって言ったら5分ってことだね。なるほど。その場にどれだけいられるか、連絡も取れないってことですよね。わあ、ぶん殴りそう。昔だよね、携帯持ってない時の。その場を何時間で離れるかってことですね、待てなくて、うん、何時間なのね。そう、いいよ、わかった。いきます。はい。何時間待てますか？せーの、1時間。ああ、2時間待つ？いやだってなんかこう入れ違ったら、1時間は1時間間違えたのかなっていうぐらいですけど、うん、そっから1時間待ったんだしっていう気持ちが始まって。あの引くに引けないやつね。で2時間ぐらい待つかなみたいな。マジか。俺時間って聞いたけど、多分10分待ったら切れる。何も連絡がない状態で10分待ったら切れるな。いやでもね、難しいですね。本とか持ってたらね待てるけどみたいなところありますよね。で今みたいに携帯とかね、うん、持てるんだったらいくらでも待ちますよ、そこが寒くなければ。そうですね、寒かったら確かに限界かもしれない。鼻水さらしながら待ちたくないですからね。さあじゃあ3問目いってみましょう。お、人間が集中していられる時間は。はあ、うわ、勉強とかしてるってことですかね、何かしらのことだよね。例えば自分、まあ多分一番集中していられるっていうのは多分その趣味の時間とか、うんうんうん、好きなことやってる時間って多分集中してられると思うんですけど、石川さんはどうですか、好きなこと集中しちゃうタイプですか？割といろんなことをながらでやっちゃいます、うん、なるほど。、うん、こうなんだろう、ドラマとか見ながら、はい、手帳の整理しつつ、うん、携帯で取り消す。なるほどね。
でも一つのことってことですね、きっと。そう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 、一つのことに何もほかせず集中できるかってことですね。多分もうそれだったら多分剣が時をどれだけひたすらやれるのかとか、まあそういう一つ単位ですね。でもゲームとかだったらな、なんかね、勉強とかだとなんか飽きるとかあるかもしれないですね。ゲームとかと意外といけちゃう可能性もあるからな。じゃあちょっと石川さんに合わせていこうかな。お、うん、じゃあまあいきますか。はい、 OK です。じゃあ人間が集中していられる時間は、せーの、2時間。1時間だった譲って2時間だったのに1時間。あ、そうか。え、一旦休憩しようみたいな。おー、目も疲れるし、はい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 、はい、食べ物も口に入れたいし、お茶でも一回入れようかなみたいな。はー、僕多分ね一番好きなのってゲームなんだけど、はい、あの最近こうなんていうの、自宅でゲーム配信とかもやってんだよ。あ、はいはいはい。でほんとね、好きすぎてあれなんだけど、この間ね気づいたら5時間半やってたんだよ。すごい、何もせずですか、もうひたすら、うん、そう。でもご飯も食べたくないし、飲まなくても全然大丈夫。2、3時間は全然飲まなくても大丈夫だ、ね、もうゲームが栄養摂取みたいな。そう、あ、お腹が空かなくなる、ゲームやってる。すごい、なんだろう、だから多分これは異常なんだろうなって今の会話をしていて思ったから合わせるねって話したんだけど意外に。そっか、なかなか、あ、いや、まあ、でも好きなことをやってる時間かそうじゃない時間にもだいぶ違いますね。集中できる時間って、そう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 、そこが ね難しかったですね。さあ4問目、はい、おっと、お、意外になんか、まあこれもね番組のためですよ。あー、でもなんか近い感じがきましたよ。あ、ほんと、親友と遊んでいられる時間は、うん、これ難しくないですか、ね、概念がなんていうか、いや、どう捉えるか、やばい、それ遊んでいられる時間やばいな。それもねちょっとねクレイジーな時間遊んでたこともあるからねいや、なんか話を聞いていると立花さんはとてつもなく長い時間遊べそうな気がするんですよね。今ふと思い出したのに、福山潤と遊んでた時があったんだけどね。まだこうね、あの若かりし頃、それ基準に、あれはやばい、あれダメ、あれダメ、あとから話すけど、あれダメあれダメです、あれダメです。どれぐらいだろう、遊んでいられる、遊ぶっていうのがどういう感じかですよね。お茶飲むとかも含めて遊ぶなのか、何かこうゲームをする的なことなのか。何がいい？それとな、もしくはテーマパークに遊びに行くとかもそうじゃん。あー、でもテーマパークとかっていうと結構長い時間行っちゃいますよね、まあ、何基準がいい？何基準にしましょうか。じゃあ友達と一緒に、うん、まあ、ご飯とか食べてずっと話していられる時間とか。はい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 、 OK、 そのご飯を食べて喋っていられる時間は、せーの、5時間。意外に長かった。いや、これ難しい。いや、5時間いける。意外と、でもなんだろう、まあご飯屋さんじゃ移動して次カフェ行こっかとか含めて、あ、はいはいはい、合計でずっと喋ってる時間何時間だったかなって考えると5時間ぐらい。まあでも行くか、あるな、あるな。気づいたらお昼だったけど夕方だってあるもんな。夕方、せっかくだから夜ご飯まで食べていっちゃうみたいな。確かに含めると5時間ぐらいずっと喋ってんな。そうだよね、あるかなって。俺がね福山とやってたのね、はい、お店を変えてね、はい、17時間ゲームやった。おお、17もう睡眠時間以外ですよそうだった、朝だったもん気づいたら楽しそうそういう意味ではね。さあということで、なんとラストまでやってきてしまいましたよ。え、これもうすでに、うん、もうオッケーなんですか？何が？プレゼントもらえる。うん、全然。あと1問。そうだよ。だって今4問やって1問しか正解しないですからね。じゃあなんかおやつの時間はとか。何にしますかみたいな。これ最後ですか。はい。5問目。はい、お風呂に入っている時間は。入ってる。入ってる時間。はあ。まあ、これは要は、体を洗ってたりとかも含めてってことね。要は湯船まで使って出てくるまでってことね。お風呂に入ってる、これもさ男と女で全然違うんだよあとやっぱ普段
普段ですかね、やっぱ、まあ、こうなんかゆっくりしたい時とかじゃなくて、普段平均何分ぐらいいるかってことですよね。踏んだねこういうところからね、そうちょっと情報をね、情報を得ていいからね。え、でもこれあれですよね、湯船に浸かる人かそうじゃないかにも結構変わってきますね。変わってくるね。まあでもとりあえずいきますか。じゃあいきますか。じゃあ最後の問題です。はい、お風呂に入っている時間は、せーの、30分。よっしゃー、イエス、来た来た、最初と最後で終わりよければ全てよし。お、30分。30分。ちなみにゆっくり入るとどれぐらい？ゆっくり入ったら1時間ぐらいですかね。え、その時は何、携帯、スマホとか見てるの？スマホとか本とか。あ、そうなんだ。動画とか。あー、ね、あ、なるほどね。はい、僕もでもちゃんとなんだろう、お風呂に入るからそこそこ長く入っても、でも1時間とかかなと思うけど、うん、途中でちょっと私苦しくなっちゃうね、出ちゃいますそこまで長居はしすぎれないみたいな。飲み物とか持ってかないんだね。飲み物は持ってくんですけど。あ、持ってくんだ、うん、胸まで使うと息苦しくないですか。あ、まあまあまあ、確かに確かに。なんかだんだん上がっていってもう無理ってなってさあ、ということで、はい、5問中2問正解ということでチャレンジクリアです。あー、すごい。これはどのぐらいの期間かかったんですか。え、7回目だから、まあ下手したら 半年ぐらいかな。ちょいちょいかかってます。やったー。だから最初の方はね、絆レベル3とかあったの。あ、すごい、一気にってことですか。クソ難しすぎて、あ、無理だろ。なるほどということでようやく、絆レベルが10ということでご褒美ゲットということなんですが、え、なんか包みに、風呂敷に重いよ、しかも。え、あ、なんか、あ、私に何か手渡されましたよ。はあ、何ですか。それでは読ませていただきます。はい、立花さんへ、はい、ご褒美ですが、松尾芭蕉が潔癖症ですので石鹸、入浴剤の詰め合わせにしました。ぜひお使いください。あ、嬉しい、ラッシュだ。お、すごい、ラッシュ好きですよ。ボディーソープ、いい香りのやつですね。いい香りのやつ、そうそう、めっちゃ実用的しかもね、あのボディーソープか、ボディーソープの方はね、はい、あの名前がね、ハッピーヒッピーってハッピーいいじゃないですか。上がるやつですね、これ。そうだ、ありがとうございます。松尾芭蕉さんね、お風呂を入れさせてますよ。そう、しかもちゃんと最後ね、お風呂に入っている時間までこう、すごい、そこまできっちりしてくる、この考えてたんですね。知らなかった。さすが。でも前回だったらこの問題なかったろ前回から用意しているんであるならば確かに。あげくさ、ゲストの人にはね、あのプレゼントがご褒美がないって言っているにもかかわらず、うん、ご褒美の文章を読ませるっていう、この仕打ちひどい、ひどい話ですよ。もう本当になさそうな感じそうだね残念ということで、これ一応ね、絆レベルが10位になってしまったので、まあ、また次回はなんか、まあ、ゼロに戻るのか別のコーナーになるのかちょっと分かりませんけれども、うん、まあ、またなんかきっと新しいものが始まるんでしょうということで、うん、またそこも期待したいなと思います。ということで以上、絆をあげようでした。剣の時、時を超えたラジオ。続いてはこのコーナー、あなたの天下五剣。剣の時では大魔の力を持つ伝説の刀、天下五剣というものがあり、それに選ばれた人は強力な力、神下ろしの力を手にできます。つまり天下五剣は非常に重要な5つの剣です。はい、そこでこのコーナーはリスナーの皆さんから自分が大切にしているものベスト5を教えてもらっているコーナーです。うん、ほう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 。そう、なんかまあ、なんか人とか動物とか物とか概念とか、もう何でも何でもいい感じですね、ということなんですが、まあなんか今までね、いろいろゲストの人にやってもらったんだけど、はい、最初の方がね、なんでか知んねえけどみんなで金金金金言うって言ってね、あー、お金大事、お金大事だ、まあ、そうそう、お金は大事なんですよ、お金大事ですね、いろいろあったんですけど、はい、まあ、そんな中でちょっとね、女性が初ということもあるんで気になりますけれども、そんな石川さんの、ベスト5教えていただければなと思います。はい、じゃあ私、石川由依の天下五剣ベスト5、うん、第5位、軽量。軽量、
何でも物を軽くしたい。そっちの軽量ね、測る方じゃなくて軽い方の軽量、ね、軽い方の、はあ、なんか軽さが欲しい。そうなんですよ、リュックとか選ぶにしてもおネットとかで買うにしてもまず重量を見ますね、重さはマジでみたいな。すごいな、デザインも大事だけどそれよりも軽さみたいな。へえ。いやもう重いの嫌なんですよ。わかる、それはわかりますよ。でも、うん、ある程度のものはちゃんと持ってたいんです。あの女子が持つような、あのなんかこう、うん、手のひらサイズのバッグに何入れんのみたいなのじゃ困るんですよ。思う、やっぱり思います。あれ俺も思う、俺何入れてるんですか。そう、何も入ってねえんじゃねえのっていう、リップだけみたいな。そうでも流行ってんだよねあれね。流行ってるみたいなんですけど、ね、ちょっとそれはわからないので、物はちゃんと入れたいんで、だからその軽さ、リュックとか、だからペンとか持ち歩くのももう1本しか入れないです。ペンを1本だけ入れる、筆箱とかそうなんだ。はい、でなんかメガネケースとかもがっつりしてるのだと重いので、はあ、最終的に行き着いたのが100均のすごいペラペラの口だけパタンってしまうやつじゃん。結果あれ使ってます。あ、そうなんだね。そうなんです、なるべく軽いものを選んじゃいます。まあでも大切、台本とかいっぱいね入れたりとか、移動も結構大変ですからね、はい、肩は大事にして。今までなかった感じの順位ですね。、はい、じゃあ気になる4位いってみましょう。気になる4位は無になる。お、今日概念全です、ね、無になる、無になり、無になりたいのはいろんな響きが危ねえけど。なんかこうたくさん情報に溢れてますし、お仕事的にもやっぱ読むこととかが、はい、そうだよね、多くて、でこうなんか一旦無になりたいんですよね。ほー、自分的に例えばオフというか仕事が入っていない時間でも、何かこう約束事があるとそれはもう予定なんですよね。何かある、オフではない、オフとは何もないことだみたいな感じがしてて、もうぼーっと無になる時間が自分には大切やなみたいな。それもいわゆる本当に仕事と仕事の間で何もしなくていい時間は無になれるってこと。それもダメよ。次に何かあると気になっちゃう。気になっちゃいますね。やっぱそういうことか。何かこう練習しなきゃとか。はい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 、結構時間練習とかに時間かけちゃうタイプなので。いやわかる、なんかこう本当にだから一日休みがある前の日の夜とかが一番最高ですね。ああ、次の日休みだって思える時間。なるほど。が好きです。そら朝10時早いって言う。そうですよ、余裕がないんですよ朝10時は。うん、なるほど。まあでも重要ですよ、無になる、ね、何も考えない、何も考えない、じゃあ次いきましょう。はい、私の第3位はメガネ。ほう、メガネはですね、あの私コンタクトユーザーなんですよね。はい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 、はい、で基本、まあ、家でも割とコンタクトいることが多いんですけど、やっぱり最近ね地震とかもやっぱ多いですし、外で何かあった時に目が見えないっていうのが一番怖いじゃないですか。怖い。だから皆さんも常にメガネは持ち歩きましょう。今持ち歩いてる。持ち歩いてます。あのその100均のペコペコペコ入れ物に入れて、いや本当にちょっと出かける時もメガネだけは入れてきます、カバンの中に。そうなんだね。はい、でも確かにそう、そのまあね、10年前から言われてるけど、やっぱコンタクトレンズってどうしてもずっとつけてられないし、洗浄しなきゃいけないっていうねものがあっちゃうからね。確かにメガネはね、メガネは大事。無人島に行くにしてもやっぱ持っていく一つだけだとしたらメガネかなって。なるほど。思いますね。確かに。じゃあ2位いきましょう。はい、第2位は感謝。いや、やっぱり女性呼んでよかったね。あ、思う。あれ、男性はみんな何を感謝。感謝は重要です。ですね。まあね、みんなそう思ってますと思いますけど。でもなかなかやっぱね、大人になるにつれて感謝って特に男とかってね、恥ずかしくてできないっていうのあるんだよ。確かに。ありがとう言えない。言えない、ありますよね。私もあの、なるべくやっぱ店員さんとかにもちゃんとありがとう言わなきゃなと思うんですけど、どうしても人見知りなんで、なんか店員さんとかに愛想よくできないところがあって、いつもでも言わなきゃと思うんで、ありがとうございます
感じになっちゃう自分がダメだなと思って変えたいんですけど、一応でも言葉にはしてます。あーそうだね、でも確かに、うん、僕もねその今ちょうど娘がね、はい、2歳半なんだけど、はいはい、やっぱりそのありがとうってなかなか言えないんだけど、うん、やっぱりそのコンビニとかね買い物行った時にありがとうございましたって言われるから、はいはい、その時に ありがとうじゃなくてどうもって返した、うんうんうん、普通に。そしたらでも子供がね、うん、どうもって覚えるようになっちゃった。あーなるほど。だからありがとうってね言った時にどうもどうもって返し始めたから、これはまずいなと思ってちょっとドキッとしますね。そう、ちっちゃい子確実に僕のを覚えてるから、うん、それはもう直そうと思って、うん、ありがとうっていう風に言い始めたら子供もありがとうっていうなったから、自然にだから今は普通にありがとうって言えるようになった。なるほど、重要だなと思って。確かに親の言葉を真似したりしますもんね。ほんとすぐ覚えるからね、怖い。でもなんか逆に子供に教えられてるっていうのもいいですよね。そう、初めてまた改めて思えるというか。そうだから子供にありがとうって言ったらどういたしましてって僕も返すんだけど、うんうんうん、だから子供もどういたしましてって返してくれるようになったから、どういたしましてってなかなか今使わないじゃない。そうですね。でもやっぱ日本語っていいなってやっぱそういうのを思い始めた、うんうん、子供と。そうですね、改めて言葉にするっていうのも大事ですよね。感謝、いいですね。今日いい番組だな。いい番組だ。さあそんな1位は、1位は自分。ほう、それは自分は大事。いやそれはなんか、うん、私たちこうみんなに幸せを届けたいとか笑顔にしたいとかっていう職業じゃないですか、うん、はい、そうですね。でもそんな自分が廃れていたら、うん、やっぱり虚しいじゃないですか、うん、まずは自分だなっていう、うん、自分を大事にして、まあ、それはもうお金も含めて、うん、時間も含めて、うん、余裕があることによってより良いものを提供できるわけなので、素晴らしい。まずは自分。出ましたこのね、欲のない自分、聞いたことないね。いやでもお金もお金もあるからこその余裕でございますよ。そうね、いろんなものがやっぱり整ってないと余裕って生まれなかったりもしますからね。まず自分の時間を大事にしなきゃなって思ってますよ、うん、重要だって、はい、エンターテイナーが楽しくイベントさ舞台に立ってさ楽しそうじゃなかったら見てる人楽しくないでしょって。そうなんです、辛い姿は見せちゃいけないなと思って。いやよかった今日みんなどんなこと言ってんのか嫌いです。さあということで、はい、リスナーの皆さんからいただいた大切なものベスト5を紹介していきたいと思います、うん、ではでは、ペンネームねねこさんからいただきました。ありがとうございます。立花さん、ゲストさん、こんにちは。はい、こんにちは。私の大切なもの食べ物編のベスト5です。食べ物編、はいはい、いきます、うん、第5位ラーメン、うん、週に2回は食べてます好きだね。次第4位たらこスパゲッティ、う週に3回は食べてます。え、麺だよ。第3位カレー、週に4回は食べてます。え、おお、はあ。第2位ニンニク料理、週に5回は食べていますはあ。第1位キュウリ、毎日丸々2本は食べています。大好きなんです。決して私はカッパではありません。皆さん毎日食べるものって何かありますか。いやちょっと待ってお前ちょっと待ってこの人はラーメン週2、たらこスパゲッティ週3、カレー週4、ニンニク料理週5、もうこれでなりなんか1週間出来上がってるかな。それで14食食べてるからねすごい、もう昼と夜しか食べてなかったらもう1週間だってラーメン、たらこスパゲッティ、カレー、ニンニク料理、そんなにね朝から食べるものでもないって考えると、そうだね、まあ、キュウリが朝ごはんだって考えたら、うん、もう1週間これで過ごしてますよね。すごいな、がっつりですね。ニンニク料理週5、あなたの5年後が心配だよ確かに毎日食べるものってありますか。毎日あでもなんかね、健康を気遣って漢方みたいなの飲んでて、はい、ずっと俺ね朝鮮人参飲んでんの。すごい、体に良さそう。そう、なんだろう、やっぱり体が資本じゃない。そうですね、そういうのもあるから、僕ね多分
あのほとんどの声優さん持ってないと思うんだけど、うん、あの朝鮮人参の畑をね長野に僕持ってるんです持ってないですえ、そうなの、本当にこれね、あのね、なんかね芸能人の方が、はい、たまたまその密着取材をされてる時にそれを飲んでたんだけど、はいはいはい、大阪に漢方のその煎じてるお店があって、はい、そこが会員限定で、うん、国産の6年ものの朝鮮人参 100% の、うん、何液だけっていうの鮮液でもすりつぶした液だけをパックに入れて1ヶ月ごとにまとめて送ってくれるっていうのがあって、うん、もうそれは多分 5,6 年ずっと飲んでる、1日1パックずつ。すごい、どんなお味がするんですか。なんかねあれみたい、あのちょっと焦がしたごぼうみたいな感じ。人参じゃないんですね。人参じゃない、うん、ちょっとなんか、まあ、根菜類のような味がするけど、うん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 、まあでも全然その 100% だけど冷たくすると飲みやすいし、うん、香ばしい感じ、香ばしい感じ、そう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 。めっちゃ体に良さそうですね。体重要と思いながらね、なんか食べてる？ある？これ食べますみたいなさ。これ食べます、なんだ。でもなんかあんまり今日の話を聞いてるとそこまでこだわりがお茶、お茶、お茶は飲みますね。何茶が好きなの？最近はルイボスティーが多いんですけど、はいはい、でもあんまこだわりがないっていうのからすると、うん、朝あのティーバッグを入れると、うん、夜までそれで飲んじゃいますすごいね、使い倒すね俺もう出ないって出ねえからって言って、もう本当に味がお湯になったらさすがに帰るんですけどお湯になるまで飲んじゃいます。え、お前石川さんとこ行くの？やべえぜあそこっつって、もう何も出ねえとこまで出尽くされるぜっつって、もうティーばっかりだ有名な石川由依の家には行きたくない世の中のティーバックたちがはい、ということで皆さんのベスト5ここまでとなりま す, ありがとうございます。大丈夫だったから以上あなたの天下5件でした。剣が時、時を超えたラジオ。剣が時、情報公開。さあここからは剣が時に関する情報をお伝えしていきます、はい、今週の更新ではいよいよ悲願花あかり前編が実装されました。終章に突入ということで、何やら不穏だった松尾芭蕉、一体どうなるんでしょうか。そしてまた、第4弾の花吹雪武者も先日実装されましたよ。7強を解放すると能力がさらにアップするほか、限定エモを灯すことで武者の特別物語や限定家具などが獲得できます。ぜひ皆さんお試しください。うん、さらにただいまゲーム内ではイベント鬼一門異端を復刻開催中です。時武者の本命武器時アマネと時カラシシが登場しますよ。このシナリオでは葵も活躍しているのでぜひプレイしてください、うん、そして 1.5 周年に向けて4月からも様々なイベントをご用意していますので楽しみに待っていてくださいね。はい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 、ついに葵の関係者が実装されるかもしれませんよとのことです。これがあれかな、オープニングでなんかちっと言っていた、言っていた葵ではなく葵の関係者。ほう、なんだ楽しみです、ね、関係者、怪しい書き方をするよねこれどういうあれなのかでしょうか ね, ね、もうちょっと皆さんそこも楽しみに待っててください、はい、以上剣が時情報公開でした。剣が時、時を超えたラジオ。さあお送りしてきました剣が時、時を超えたラジオ、エンディングのお時間ということで、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。普通のメール、ゲームの感想、そして各コーナーまでメールを送ってください。メールは番組ページの投稿フォームからも送ることができます。直接送る場合はメールアドレスすべて小文字で剣が時@温泉.agケンガトキ@温泉.agです。
さて、この番組ですが月に一度毎月第4土曜日の配信となっております。次回は4月24日土曜日、4月の24日土曜日の予定。あー、2日後俺の誕生日か、2日後俺の誕生日か。めっちゃアピールしてる。忘れずにお聞きください。言っとかないとね、忘れないように。さあ、ということで今回は石川さんゲストでしたが、いかがでしたか。いや、絆レベルも無事10になりました。はい、すみません、ありがとうございました。よかったです。いや、そうですね、でも立花さんともなかなかご一緒できる機会も少なくて、前もちょろっとこう MC とかでやっていただいたりとか、ね、ずっと前共演だと、はい、もう本当に2014年ぐらい、その前にご一緒させていただいたぐらいかなと思うので、なかなかねちゃんとこうやって話す機会がなかったので。そうなんですよ、だからすごく楽しかったです。でも僕も楽しかったですし、いろんな一面が見られました。いろいろお話できて楽しかったです。はい、葵のね今度、そうそう、関係者、ね、関係者とは一体なんぞや。葵じゃないんど。全然すごい。まあ、でもなんかね、プロデューサーも言ってたんだけど、はい、ケントキは他のキャラを振られる可能性もあるんだって。お、なるほど。十分ありますよ。今後言ってた。おお、ぜひぜひ。だから青以外ももしかしたらお話が来るかも。かも。うん、松尾芭蕉以外も来るかも。お、来る可能性まだ来てないです。松尾芭蕉さんですら。来てる人もいるから。そうなんですね。そう。じゃあもしかしたらまた違うキャラでも出会うかもしれませんね。できるかもしれないので、私も楽しみに待っていたいと思います。ぜひたくさん遊んでください。はい、またもしゲストよろしければ遊びに来てください。はい、お願いします。ぜひぜひ。ということで石川さんありがとうございました。ありがとうございました。剣が時、時を超えたラジオはここまで。お相手は松尾芭蕉役の立花慎之介と葵役の石川由依でした。バイバイ。この番組は徳川幕府の提供でお送りしました。